はい、トラキチパパです。ガオ。今日はね、4月18日、4月18日金曜日ですね。ただいま5時54分です。今からね、甲子園に行こうと思ってます。もう間もなく試合開始ということで。いや、間に合わへんわ。間に合わないね。間に合わへんわ。もうしゃあないな。瞬間移動使おうか。瞬間移動。場所は甲子園。無理やっちゅうね。無理。もうそんなんしてる暇ないっすね。行きます。今から甲子園行きます。また今日動画、とかね、出していけたらと思いますので、楽しみにしてる人おるんかな？知らんけど。行ってきまーす。はい、着きました。来ましたよ。今が、5時39分。今から行きます。まあ、2階のもんですね。Oh, yeah.
戦勝ってるけど5対0。どう、勝つ？勝つぞ。勝つ。
か一言。なんもないんかい。感じで今日は7対0で勝ちました、阪神勝利、はい、引き分け挟んで4連勝、素晴らしい。阪神打線大爆発、中日を、首位中日を圧倒しました、はい、というわけでまた、あ、そうそう、今日はね、森下のホームラン出たし、大山に待望の一発出ました。どうしたどうしたどうした、大山のホームラン見た、大山のホームラン見れなかったね、はい、なんでやグレープを買いに行っている時になんと大山がホームランを打ってしまいました。その瞬間を残念ながら見れなかったんですよ。まあ、あのまたこの、動画続きですね、ではまとめてまたアップしますんで、また見てやってください。お疲れでした。お疲れ様。飛ばせ青柳、飛ばせ青柳、阪神タイガース心しさあ、そうそれ、いけいけ。